予想していたよりも艦長のことが気になるかも。あなたって結構頑張る人なんだね。私が助けてあげる必要はないみたいだ。エリシア、ビルビー、私は長い夢を見てたの。夢どころじゃないでしょ、30分も消えてたんだから。キアナちゃんとブローニャちゃんは大丈夫？大したことはないよ。このエリアを調べた時、彼女たちも幻覚を見たみたいだけど、幸いデュランダルがすぐに気づいたから、あなたと同じ目に遭うことはなかった。さあ動かないで、あなたの状態を確認するから。後遺症は特にないみたいだ。キアナたちのところに行ったら？私は別の用事があるから。待って、四季のリツちゃん。他に何か用？先に言っておくけど、私は今本当に忙しいんだ。私が消えてたって一体どういうこと？私がどういう状態か分かってる？つまり今のあなたは委員長から独立した状態ってことかしら。ふん、大雑把に言うと、今の私は一枚の羽でしかないんだ。でもその羽が一体何なのか、あなたたちは気になったりしないの？と
星の羽の一部なのよね。じゃあ土星の羽はどうやって作られたの？前起源の律者コアで。あ、まさか断りの律者の状況みたいに土星の羽の羽って実は。うん、近いね。普通羽は一種の記録装置もしくは特殊な通信機として使えるけど、本質の話をすると、羽は律者コアの内側、虚数空間と現実をつなげる一つの接続口なんだ。ゼーレが漁師の海に消えたって話を知ってるでしょ？私の現状もさっきまであなたが体験してたこともどっちも似てる。唯一の違いは、私たちの実体を否定したのは漁師の海じゃない、虚数空間だ。ただ私のコアは生まれながらにして内外反転が得意だけど、あなたたちは苦手みたいだね。幻覚とか夢とか急に消えるとか、空間が混乱した場所で起きる成婚計画のあらゆる影響は、そういう内外反転と関係があるんだ。やっぱりウサギの仕業なのかしら。それはどうだろうね。さて、私は先生なんかじゃない。あなたたちの味方に科学者は何人もいるでしょ。これ以上複雑な質問は彼女たちに聞けばいい。いろいろ手伝ってあげたんだから、私もそろそろ休みたいんだ。まずはキアナちゃんとブローネちゃんのところに行きましょう。メイ先輩。心配をかけたわね、キアナちゃん、ブローニャちゃん。四季の律者とデュランダルさんのおかげで、なんとかなりました。とにかく、メイ姉さんが無事でよかったです。そうだよ。成婚計画の小細工って、本当。ええ、でも危機はチャンスにもなるわ。例えばさっきのアクシデントで、全文明が残してくれたバックドアに私は気づいたかもしれない。なるほど。
スラ博士ならきっと興味があると思うよ。テスラ博士？本当の意味で終焉の律者と対峙するまで、ネゲントロピーの計画にはまだ改善する余地がたくさんあるって博士が言ってたのを覚えてるかな。多分メイ先輩が見つけたのはそういう改善の余地みたいなものなんじゃないかな。でもデュランダルさんの思い出のものと同じ機能を持ってる可能性もあります。デュランダルさんの思い出のもの？あ、メイ先輩はきっと驚くと思うんだけど、実はデュランダルは私に遺伝子をくれた本当のキアナだったの。彼女は事故で記憶を失って、その後もいろいろなすれ違いがあって、今日一緒にパパを助けに行った時にカスラナの聖魂空間で思い出のものがあったから、やっとその事実を知ることができたんだ。なるほど、道理で。え、メイ先輩はちっとも驚いてないの？いいえ、確かに思いもよらない出来事だけど、とても辻褄が合ってるわ。ブローニャちゃんも同感なのよね。それでもブローニャはメイ姉さんよりびっくりしてたと思いますよ。でもこのことに驚いた人といえば、学園長でもその事実を知ってしばらくぼーっとしてたみたいです。とにかくそういうこと。その思い出のものは私たちが記憶を共有した後に跡形もなく消えちゃったの。ブローニャはそのことを言いたかったんだよね。はい、確かにその可能性も否めないわね。ただあの十三英傑のビルビーの作品だから私は信じたいと思うの。なるほど。あ、みんなはここにいたのね。メイ、大丈夫だった？学園長、すみません、みんなにも心配をかけてしまいました。そう言わないで、メイ。無事で何よりよ。さっき、四季の律者が状況を教えてくれたの。あなたたちは、メイが手にしたビーコンを、ネゲントロピーの博士たちに調べてもらうつもりなのよね。うん。ちょうどよかったわ。キアナとメイを、ソルトレイク基地に連れて行こうと思ってたの。もちろん念のため四季の律者も護衛として一緒に来てくれるそうよ。それならセイフレイヤはしばらくブローニャが守りますね。ええ、ジークフリートが開園城に到着した後、フカが支援しに来てくれるはずよ。今のところ開園城はとても安定してるから広報拠点として扱えるわ。ネゲントロピー側は相当練り上げた作戦プランを用意したようですね。そうなの。でもメイのビーコンはきっと彼らにとってもサプライズになると思うわ。ちなみにいつ出発する予定ですか？四季の律者は休憩に行ったようですが。え？約束したのに。あのね、別に私はあなたたちに雇われたバイトなんかじゃないんだから、呼ばれてすぐに行く筋合いはないんだよ。あなたたちがまたウサギの罠にかかっちゃうかもしれないって心優しい私が心配してなかったら、こんな仕事をすることだってなかったんだ。四季の律者、
ずっとここにいたんだ。うん、誰かさんが話をきちんと理解できていないみたいだからね。私が約束したのはライデン・メイを見つけて彼女とキアナを守ることで、別に一緒に行動するなんて言ってないけど。テレサ、あなたは天命の司教なんでしょ。 S 級バルキリーは全部あなたの部下なのに、それでも満足できないの？指揮の律者、あなたの権能は唯一無二のものよ。当然だよ、あなたに言われるまでもない。褒めても何も出ないよ。もちろんそうよね。だってあなたは自由な律者だもの。でも実のところ私が言いたかったのは、あなたならどんなに遠くにいようと必要な時には必ず私たちを守ってくれる。私はそう信じてるわ。何を？もうどうでもいい。あなたたちの本性がやっとわかった。どうにかして頼み事を引き受けてほしいだけでしょ。私がいないと何にもできないから。あの、皆さん喧嘩をやめてください。お嬢ちゃん、ここはあなたが出る幕じゃないよ。それに喧嘩じゃなくて、彼女たちがどうにも情けないからカウンセリングを受けてもらってただけ。でも今はみんなで一致団結しないと。誰の力が欠けてもダメです。前に会ったスーサナさんもごく普通のバルキリーでした。でも彼女がいなければ開演場の時にもっと手間がかかったはずです。ジェレ、はあ、もう勝手にして。ジェールの顔に免じて。これは貸しだよ、わかった？つまりみんなと仲直りしてくれるんですね。とにかくそんな純粋な目で見ないで。あとその変な話し方もやめて、お願いだから。あ、ごめんなさい。で、そろそろ出発できそう？どうやら大丈夫みたいね。言っておくけど、本当に必要な時にしか手を貸さないよ。ボサ頭、分析結果のことなんだけど、そっちはどれくらい進んだ？テレサさんが持ってきた岩石のサンプルは全部分析済みだよ。簡単に言えば、生涯の物性は律者コアに近い。かつては特殊な形をした虚数特異点の構成単位だったんだろうね。けどこれはあくまでも活性化できない破片だ。引き続き割り出せる情報も限られているだろう。それについては後にして、今のケビンがどういう状態か、あるいは終焉の律者の誕生規則が何なのかについて推測できる？ケビンの方はまだ何とも言えないが、後者については、まずは君の認識齟齬を指摘しよう。終焉の律者は無から生まれるわけではないんだ。
おそらく終焉の律者はずっと存在している。はあ、さっき聖骸は活性化できない破片って言ってたじゃない。それは間違っていない。だがケビンやフカの話によれば、終焉の権能は時間だ。律者コアが虚数特異点である以上、それ自体が虚数空間の不動点だから、時間をその仕組みに加えてみると、とある結論にしかたどり着けない。終焉の律者は何らかの形で時空変換の影響を受けないようにしている。ちょっと待って、じゃあもっと大きな矛盾が出てくるじゃない。もし終焉が時間の影響を受けないんだとしたら、聖魂計画は一体どう時間を使って奴の力を奪ったわけ？そうだね、確かに矛盾している。でもこう考えるのはどうかな。聖魂計画とは結局のところ終焉と表裏一体な存在に過ぎない。え？ケビンの態度を深から聞いて、僕はあることに疑問を抱いたんだ。ケビンから見て、なぜ聖魂計画を実行すれば必ず崩壊に勝てるのか。勝てないから仲間入りするだけじゃないの？なら、どうして崩壊に仲間入りする必要があると思う？ケビンが言ってたじゃない、崩壊は法要だって。あ、君も気づいたようだね。マユが何を指しているかはわからない。でもそれは何らかの片枠なんだと思う。聖魂空間は現実と虚数空間を同化させる。それもおそらく前提を無視した強制的なやり方で。そうして彼らが定義した人類は終焉と同調するんだ。その推測が成立するなら、ケビンが背負う終焉の権能、それはいずれ全人類に分け与えられる。その時が訪れた時、生き残った人類は終焉の影を与えられる。まあその際、終焉は多分無害になっているだろうが。その考え方でいけば、例えば新人類が支配の律者の人形だとしたら、聖魂計画そのものが支配劇場を作り上げてるってことかしら。いえ、ちょっと違うわね。聖魂計画は聖魂覚醒者を直接操れない。ヨルムンガンドも彼らの自由が失われるはずがないって思ってる。だとすると、旧人類は支配の律者が操る人形みたいな礎、そして新人類はオットーのような存在なのね。ああ、しかしそれは例えに過ぎない。多少不合理な部分もある。まあここまで話せば、君が研究しているビーコン、その重要性も明らかになってくる。あ、そうね。そっちの結果ばかり気にしてて、こっちのことは全然話してなかったわ。今得られる結論だけを見れば、私たちは確かにネイが見つけたビーコンを発信装置として使うことができる。ただビーコンはとある存在しない対象に向かってメッセージを送り続けているみたいなの。測量結果から察するに、ビーコンはメイのコアをエネルギー源にして、とある簡単な重複信号を虚数空間に向かってずっと発信してる。
簡単な重複信号が何を意味するのかまではわからないけど、発信装置のデザインを見る限り、多分受信相手を見つけられていないはず。圏外状態の携帯が必死に基地局を探しているようなものよ。対象は起源の律者なんだろうか。わからないわ。技術面では検証しづらいの。だって今まで本当の意味で起源の権能を見た人間はいないから。それよりももっと気になるのは、メイがどうしてビーコンを見つけられたのかよ。四季の律者が僕たちに注意したことと関係があるんだろうか。メイが成婚計画に狙われているだったね。そうよ。その話とケビン本人の言動で一つ微妙なことに気づいたの。成婚計画がビーコンを作ったのか、もしくはビーコンが成婚計画の中に隠されていたのか。どちらにしてもメイが成婚計画にとって極めて特別な存在であることを示しているわ。そのことが最終的にどのような結果を手繰り寄せるのかはわからないけど、どうであろうと試してみる価値はある。つまり天命の当初作戦のように、メイのやりたいことは第二次ムーンライトスローン計画と矛盾してはいないんだね。ええ、もちろんキアナのためでもあるしね。こうなると作戦計画の目星も大体ついたわ。長光が行っている実現の可能性に関する実験が終わったら、全員を呼んで連合作戦会議を開きましょう。ここからはド派手に行くわよ。それも成婚計画に負けない規模で行こう。第42実験室の心情は覚えてるかい？万物の支配に大信心を持つ者はあらゆる存在を喰らえる。あの頃は実験室の壁に刻んだものだ。ねえ、それってジャンクフードを食べるための言い訳じゃなかったの？そうだったかな。とぼけないで。それを刻んだのは実験室の厨房だったわよ。天命本部は安定しています。作戦会議への出席はいつでも可能かと。はい、そちらも気をつけてください、テレサ主教。テレサ様はネゲントロピーの本部で作戦会議を開くおつもりですか？ええ、各方面から来る信号が旋回地上を通して暗号化されますから。皆さんはテスラ博士とアインシュタイン博士、それと長光さんの調査結果に基づき成婚計画に攻め込み、ケビンと決着をつける作戦を立てるつもりです。それと人為的な枷を解くと同時に定められた終焉を乗り越える必要があります。つまり人類の命運を決める戦いなのですね。
アインシュタインたちとは違い、私たちはすでに世界の泡の中で一度経験しているなのです。ただそれが成功したとはとても言いづらいなのです。当時は敵をきちんと認識できていませんでした。だからこそ今回は異なる作戦の内容を組み合わせる必要があります。地球を奪還し、起源を探索し、終焉を超える、この3つが目標です。そのために各自並行した単独の作戦を考える必要があります。例えばケビンのように終焉を掌握できるまで成婚計画を打ち砕いてはいけません。たとえそれが可能だとしてもです。戦略的に見れば確かにそうなのです。ただもし私たちが戦術的優位を確立できなければ、いくら戦略のために分析したところで机上の空論に過ぎないなのです。そのことについてですが、ある面白い現象に気づきました。天命、ネゲントロピー、それと火を追うが、強いて言えばヨルムンガンドでもありますが、三つの組織は三つの課題の具体的な解決法を見つけています。たとえ悲観主義者であるシュレーディンガー博士でも、会議が終わる頃には本当の意味で希望を見つけられるはずです。今回の作戦会議が終わった後、俺たちはおそらく長く苦しい戦いを迎えることになるだろう。この場で聞くのは余計なことかもしれないが、キアナ、ライデン・メイ、テレサさん、分析の結果を待っている間に君たちはちゃんと休憩できただろうか。十分休めたわ。数時間しか寝ていないデュランダルと師匠に比べれば、私たちは結構余裕があるくらいよ。この時間を利用して刻印を感じ取る瞑想の訓練を行ってました。こうして見るとみんなの休憩方法ってすごく違ってるね。私はベッドでぐっすり寝たよ。二人は多分真似できないと思う。確かにそうだね。まあそれはいいとして、そろそろ約束の時間だ。名手、始めるとしよう。ああ、デュランダル、リタ、長光、そちらの通信状況はどうだ？天命本部は異常なしよ。ブロニア、セイフレイヤの方も問題ないな。インチョン、ゼーレ、それとブローニャも準備完了です。いつでも始められます。ジークフリートさん、開演場の方に異常はないだろうか？ああ、スーサナがよく仕事をこなしてくれている。俺とリのお嬢ちゃんはいつでも出撃できるぜ。心得た。では早速作戦会議を始めるとしよう。今回の議題は3つだ。地球の奪還、起源の探索、および終焉の超越。長光、まずは天命が担当している地球の奪還の部分について説明してほしい。
いいわ、ちょうど話したいところだったし。天命の当初作戦については皆さんも知っているかもしれないけど、数々の戦いを経て、私たちは聖魂計画から天命とネゲントロピーの本部を守り抜き、聖フレイヤのような前線拠点を構えることができたわ。これから行う地球奪還計画は、そういった当初の数を増やす作戦よ。聖魂計画を覆さず、しばらくの間、地球の空間をより多く正常化させる。もちろん、そうするには巨大なエネルギーが必要よ。天命も虚数の規則から使える資源を見つけ出さなければならない。でも幸いにも、聖魂計画自体が重要な発想を与えてくれた。聖魂計画が終焉の力を利用し、地球の周りの空間を丸ごとリセットしているなら、その使い方を十分学習すれば、ある程度互角に渡り合うことができる。聖魂計画を学習？それだけじゃないわ。私たちはカスラナの聖魂計画からジークフリートさんを救出した上、その空間をケビンから切り離し、テレサ司教の管轄にすることができた。この方法によって、聖魂計画の他に反聖魂計画を立案する端点を得られたわ。知っての通り、聖魂計画のもう一つの端点は月。その要となっているのが、月からケビンへと移っていく終焉の力。それを直接模倣するなんて、私たちには明らかに不可能だけど、ちょうどこちらにはさっき言ってたお手本がある。それって模倣だけじゃなくて、聖魂計画まで利用するってこと？ええ、聖魂計画とは人類の夢が織りなす巨大な網よ。強大な聖魂覚醒者であればあるほど、それを作り出す能力も強くなるの。幸運なことに、私たちには天元のものがいる。デュランダルさんの真実の血筋について皆さんはすでに知っているでしょ。実際彼女の中ではカスラナとシャニアテ、2種類の聖魂が覚醒している。もしテレサ司教が聖魂計画をコピーする礎を掌握したと言えるなら、デュランダルさんは聖魂計画をコピーする方法を提供してくれることになるわ。シャニアテの力で操り、カスラナの力で収容すれば、聖魂計画そのものが虚数から力を吸収できる以上、彼女たちは聖魂計画のように空間の在り方をコントロールできる。その過程で必要になるのは、旋回一条や趣味消しなどの律者ではないものだけ。そうなればキアナも他に気をそらすことなく作成に専念できるわ。もちろん起源の探索と終焉の超越に比べて、地球の奪還は一時しのぎの綱引きみたいなもの。でも地球の奪還は路線図が一番はっきりしている。実施の過程で他の作戦をサポートすることもできるわ。作戦の参加者についてだけど、さっき話した通りにデュランダルさんとテレサ司教が必要になるわ。サポートは暫定で、ジークフリートさんとスーサナ、リタが率いる予備隊も支援できるわ。作戦開始ポイントは開演場だったわね。ええ、効率から見ればセーフレイヤーの方がより良い選択かもしれないけど、安全性の面も考慮して最終的には開演場を選んだの。
それは開炎城が外力の干渉を受けず自らの空間性質によって終焉による世界全体のリセットを逃れているからですか？その通りよ。だからこの後の試みが全て失敗しても最低限開炎城では過去の現実を保存できる。デュランダルさんがかつてあの世界の泡を定着させたようにね。とにかく地球の奪還についてはこれで全部よ。続いてはテスラ先輩にバトンを渡すわね。待ってくれ。起源の話を始める前にまずは終焉について話したいことがあるんだ。つまり第二次ムーンライトスローン計画のことでもある。つまり順番から考えると起源と終焉には最初の仮説よりもはるかに深いつながりがあるみたいね。第一次ムーンライトスローン計画とは崩壊エネルギーを一般エネルギーへ転換する装置を大量に製造し崩壊を無害化させる計画でしたね。そうだ。崩壊と文明が線形関係であれば本来は完全に問題を解決できる工業的なプランだった。しかしその後ネゲントロピーは気づいたんだ。終焉の律者は世界の外側にある存在でその性質は他の律者たちとは全く違う。それは全文明のムーンライトスローンが失敗した原因でもある。超然と存在する相手を前にして時間不足効率不足の問題は避けられない。だからこそ第二次計画は工業的解決プランではなくなりとある特殊な行動へと変わった。特殊な行動？うん。前に支配の律者やオットーに使った手段みたいに敵の在り方を根本的に変える必要があるみたい。会議の準備をしてた時にアインシュタイン博士が教えてくれたの。つまりそれはキアナちゃんと深い関わりがある計画なのね。その通り。簡単に言えば僕たちはシーリンが第二次崩壊でやったことの真似をするんだ。昔セイ・フレイヤが鹵獲した無人戦艦のことは覚えてるわよね。あれは本来第二次ムーンライトスローン計画の起動装置だった。ただ想定外のことがいろいろあって実際のところ私たちはキアナの問題を甘く見すぎてたわ。すごく長い時間が経っているのに空の律者の意識が以前を上回るほど活性化してたなんてあの頃は誰も想像してなかったもんね。ああ、あれはキアナとセイフレイヤーにとっては災いになったがそれだけじゃない。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなった。だからこそ今になってようやくこの計画の内容を公開する準備ができたんだ。簡単に言えば人為的に終焉の律者を作り出し律者の力にムーンライトスローンシステムの役目を果たしてもらう。それが第二次ムーンライトスローン計画だ。
人為的に作り出す？ああ、成婚計画のような間接的なやり方ではなく、我々の計画では人類自身で終焉の力を直接掌握するんだ。そんなこと可能なのかしら。かつてオットーは空の律者の力を掌握しようとしたわ。それだけでも数えきれないほどの問題が発生してた。ああ、だから俺はさっきこう言ったんだ。ネゲントロピー側の律者の研究が行き詰まる要因にもなったと。実は支配の律者を研究していくうちに、本当の意味で確実に実行できる技術ルートを見出すことができたんだ。ブローニャが経験したウカもそのことを裏付けている。ブローニャと支配の律者の状況ですか？正確に言えば、ベルトもブローニャも所持している断りの律者のコアは30万分の1に過ぎない。律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているんだ。以前はその対象が虚数の木だと思い込んでいたが、実際は全く違っていた。もし超弦数の概念で考えると、つまり地球上の崩壊を数え尽くしたところで最小の超弦奇数内を徘徊しているに過ぎず、超弦の上にある無限の虚数の木にはまだまだ及ばない。はあ、はいはい、そこまでにしなさい。こいつに続けて聞いたら超弦数とは何かから説明し始めるから。とにかくケビンであれ、ウサギであれ、イニシエの楽園の英傑であれ、みんな眉という概念を口にしていたわね。ある日それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。つまりいつどこからか現れた異物が地球の命運を定め、律者の降臨を操ったの。それはバルブみたいに虚数の抹消から崩壊関連の全てを掌握しているのよ。話を戻すわ。ボサ頭が言ってた律者たちは何らかの極秘の方法を使って同一の対象とつながっているって話なんだけど、明らかにその対象は終焉の眉でしょうね。成婚計画は眉に対して何らかの操作を行うことで終焉の力を盗み取るっていう結果を得ているはずよ。いわゆる火盗みのプロメテウスみたいなもの。そこで支配の律者について考えてみると、つまり私が言いたいのは、なぜそんな律者が存在できるのか。すると一つの答えが浮かんでくる。終焉の眉こそが唯一の虚数特異点であり唯一の律者コア。異なる次元の眉の投影がそれぞれ違った律者の権能を現実世界に権限させてるの。つまり全ての律者は終焉の影に過ぎないと言いたいの？世界の泡とこういう世界みたいに。ええ、律者が誕生するたびに崩壊が現実を抱擁してると思っていいでしょうね。もしかしたらお互い違いすぎた次元に存在してるから、その抱擁は間違いだらけになっているのかもしれないわ。だからこそ
終焉の律者は時間の権能を与えられたのよ。試行錯誤することで法要の正しい答えを見つけ出す。宇宙の中では人類も一種のモルモットに過ぎないなんて悲しくなるわね。でもモルモットにもたまには実験室から逃れられるチャンスが訪れる。今の私たちにとって人為的に終焉の律者を作り出すこととは、つまり支配の律者の権能を真似して終焉の力を人類の管轄下に置くこと。人類が受動的に環境に適応するんじゃなくて、環境を改造し、それに人類が応じるの。ということは、ブローニャたちの中から終焉の権能を奪い取り、自ら終焉の律者になる誰かを選ぶ必要があるということですね。理論上はそうなる。ただ、もっと正確に言えば、支配の律者以外にももう一つ似たケースがあるんだ。もしかしてシーリンのことですか？ああ、第二次崩壊の中でシーリンは一度断り、空、雷、風、死、炎、計6つの権能を所有していた。権能を使う時の効率は極めて低いが、着目すべきところはそれほど多くの律者の権能を有しようと人格には何の影響も見当たらなかったことだ。でもたとえ誰かが律者の権能を全て有しようと、彼女が終焉の律者であるかどうかについては全く別よね。ああ、人為的に作り出すことと生まれつきには大きな違いがあるが、実際全く同じである必要もない。人の脳とパソコン、人体と玉鋼、律者と精魂覚醒者、チューリングテストがもたらしてくれた啓示のように最終的に同じ結果へとたどり着くことができれば、過程における些細な違いは重要ではない。結局のところ精魂計画自体も長光の提案も、異なる角度から終焉をシミュレーションし、特定の目的のために役立たせようとしているだけだ。比べてみれば長光のプランは確かに根本的な解決策にはならない。精魂計画も人間の普遍的な倫理に反している。起源を語る前にまずは終焉について話した理由だが、それはどれほどの代価を支払うつもりでいるのかという疑問にあるんだ。起源がもたらした謎の援助は一旦さておき、ムーンライトスローンの前提条件に基づくと、どんな方法を使ってでも全ての律者コアを一人の身の内に集める必要がある。事実を言えばそのリスクは融合戦士手術並みかそれを上回るかもしれない。でも私たちが願ったように、起源の律者が今の局面を打破するための近道を残してくれたのだとしたら、メイ、ことがうまくいけば私たちは本当の意味で大団円を迎えられることができるの。そうだったのね。キアナちゃん、さっきからあまり意見を口にしていないけど、
会議が始まる前から知っていたの？うん。でも一人で決められることじゃないし、私は一人一人が幸せと思える明日をメイ先輩やみんなと一緒に努力して作り上げたいの。一人一人となるとキアナちゃんと私も含まれるのよね。うん。だからメイ先輩は私とメイ先輩自身のことを信じてくれるよね。そんな風に言われたら一緒に試すしかないじゃない。でもそうなると、つまり起源の探索も地球の奪還と同じように具体的な作戦ができていることになるわよね。ええ、そうよ。地球の奪還と同じく、私たちは聖魂計画を利用してビーコンを正しく使う方法を見つける必要がある。具体的に言えば、つまり逆に言うと、私たちの作戦は他の作戦の前提条件になります。あちらの作戦の進捗と聖魂計画自体の複雑な性質から見れば、私たちは余裕で勝利することができる、あるいは終わりのない持久戦を迎えることになるでしょう。だから作戦隊、予備隊、後方守備隊に分けたんだな。リスバンが不満なの？まさか。いい年して作戦隊なんかに組み込まれる方がよっぽど同情したくなるだろ。やっぱりあんたの口からまともな言葉は出てこないのね。ユランダル、どこかの中年親父なんて相手にしない方がいいわよ。それもジークフリートさんなりのユーモアなのかもしれません。お話し中すみません。テレサ様、デュランダル様、ベルトさんから特別通信が入りました。どうやら地球奪還の行動がそろそろ始まるようね。セイフレイヤではメイさんが準備を整え、聖魂計画が編んだ目次をこちらが攪乱するのを待っています。まあ聖魂計画がこちらの動きに反応を見せなくても、彼女たちは自らの力で起源の探索のきっかけを作り出すでしょう。ええ、でもベルトを待たせるのも悪いし、スーサナ、通信をつないで。了解しました。テレサさん、そちらの状況は？聖フレイヤ側の準備はすでに整った。開演場も準備できたわよ。わかった。ではネゲントロフィーと天命の臨時名手として聖魂計画を超え崩壊を終わらせる3ステップ作戦を正式に始めることを宣言しよう。我々は地球の奪還と起源の探索を同時にクリアすることで終焉の超越の具体的な方法を決める。各位、作業を開始してくれ。これは旋回一条を遠隔操作しているの？どうやら
長光さんが最初の空間の隙間を作ってくれたみたいです。巨数の増物を撃破して隙間をこちら側の力へと引き寄せましょう。今していることは成婚計画の血抜きのようなものですから。かすり傷です。うっとうしいですね。近づいてきたようです。かすり傷です。巨樹の残骸。やはりつまりこいつが必要とするタイミングなのね。はい。奴を倒せば陣地を構築する絶好のチャンスを手に入れられます。
撃する。初めて黒煙白火を使ってシャニアテの力を引き出し、聖魂空間が作り出した障害を排除したのはつい最近のことですが、聖魂計画を作り出したのは同じくシャニアテの人間だからでしょうか。実際の効果を見る限り、旋回地上をそのまま使用するよりも調子がいいようです。よかったわね。え、旋回地上は外部から私たちの力を導き、影響範囲をなるべく拡大させていくのよね。はい、地球の奪還の過程は必ず長くなりますが、千里の道も一歩からと言いますし、月から徒歩で地球に戻ってくるのと比べたらそう難しくはないでしょう。さすがはあなたね。それじゃ早速始めましょう。はい。私と一緒に。